ここが好きだよ日本人へようこそ。ヘルシーフードとして人気の高い和食、外国の方に人気の和食と聞いてお寿司や天ぷらを思い出す人も多いと思います。お寿司や天ぷらに次いで人気なのがラーメンとカレーライス。日本の国民食で子供から大人まで様々な場面で食べた方も多いのではないでしょうか。そんなカレーライスを本場日本で食べるとどんな感想になるのでしょうか。こんにちは、エイミーです。出版社に勤めるイギリス出身の25歳、今は編集企画部ってところにいて、先輩の企画を手伝ったり本作りの流れや編集で重要なことを教わっているわ。最近の仕事は書店の店頭で販売状況を調べたり、インターネット上で社会のトレンドや世の中の動向などを観察しながら、どのような本が売れるのか資料を作ったりしているわ。それから取材の調整、雑誌の企画で特集するお店のアポを取ったり、撮影交渉などをしているの。最近は少し企画会議にも参加させてもらっていて、ゆくゆくは私の企画で本が一冊できることを夢見て頑張っているの。でも失敗ばかり。この間は本を書いてもらえる人にアプローチしたのだけれど、全然ダメで落ち込んでいたの。そんな時、先輩がパブに行こうって誘ってくれた。仕事で失敗続きだったから先輩にいろいろと悩みを相談していたら、かなり気分も晴れて気持ちが楽になったわ。そしたら先輩がこの後カレーを食べに行こうって言ってくれて、私たちはカレーを食べに行ったの。イギリスでもカレーは大人気。パブに行った後締めにカレーを食べる人も多いのよ。カレーはもともとインドから入ってきたんだけど、その後イギリスのインド料理店でチキンティッカマサラが生まれたの。マイルドでクリーミーなカレーよ。そしてあらかじめスパイスを調合したカレー粉が誕生して、カレー粉と小麦粉でとろみをつけたイギリスのカレーが誕生したのよ。そしてこれは知らない人も多いんだけど、日本のカレーはイギリスから伝わっているのよ。私も日本のカレーが大好き。中でもカツカレーが最高に美味しいわ。カツカレー以外にも日本食は大好きよ。イギリスで流行っている日本食といえばやっぱりお寿司ね。お寿司のネタはサーモンや茹でたエビ、アボカドやキュウリが人気なの。生魚はあまり食べないから抵抗があったんだけど、最近は食べられるようになったわ。その次に人気なのはラーメンやうどんね。さぬきうどんも有名よ。ベーコンと目玉焼きが乗っているイングリッシュブレックファストうどんっていうのもあるのよ。日本の月見うどんに近いのかしら。日本は生卵を入れるのよね。イギリスは生卵を食べる習慣がないから目玉焼きなんだけど、美味しいわよ。日本では目玉焼きはうどんに入れないの？家でもうどんを食べるのよね。ベーコンと卵はスーパーでも手に入るから家でも作ってみて。そして意外と思われるのがお好み焼きよ。お好み焼きはイギリスの伝統料理バブル&スクイークに似ているの。キャベツや残り物の野菜をマッシュポテトと混ぜてフライパンで焼く料理よ。それにウスターソースもイギリス発祥だから、お好み焼きのソースも抵抗なかったんじゃないかしら。ただトッピングに脂っこい豚バラはあまり乗せないのだけれど。その他には餃子も人気。日本風の焼き餃子、中に鴨やエビ、チキン、野菜などが入ったものが売っているわ。ホームパーティーで餃子があるとテンションが上がるのよね。そして最近ブームなのがカツカレー。なぜカツカレーがブームになっているのか、多分だけどイギリスにはわがままっていう日本食のレストランがあるのよ。そこから流行ったみたい。でもわがままのカツカレーを日本の友達に見せると、なんか違うって言うのよね。
盛り付けが日本と違うんだって。彼女が言うには、カツがご飯の下にあるのはおかしいって言うの。味が良ければ気にしないから、私は全然構わないんだけど。それにイギリス人は歯ごたえのある食べ物を好む傾向があるから、チキンナゲットやフィッシュ&チップスのフィッシュなど、サクサクのパン粉や衣をつけた肉や魚が大好き。そのサクサク感を出しているのがパン粉なんだけど、もともとイギリスのパン粉は耳の部分も使っていたの。日本のパン粉は耳を使わないんでしょ？日本製のパン粉を使うとサクサク感が違うらしいわよ。サクサクのカツがカレーライスの上に乗っているということが、イギリス人の食欲をそそっているんじゃないかしら。わがままの他にも、わさびという日本食のテイクアウトチェーンでもカツカレーが大ヒットしているわ。今ではカツカレーがお寿司と並ぶ売れ筋商品みたいよ。それに日本でも有名なカレーライスのチェーン店ココ一番屋がロンドンにも最近オープンしたのよ。ここのカツカレーが美味しすぎるって、長蛇の列になっていたぐらいよ。内装はおしゃれなカフェみたいで、日本とはちょっと違うみたい。料金は少し高いから月に何回も行けないんだけど、自分好みのトッピングや辛さにできるって好評だわ。それからカツカレーうどんもあるわよ。このカツも大きくてボリューム満点。ガリっていうの？お寿司についている生姜が乗っていて、いかにも日本って感激したわ。日本ってイギリスと共通点が多いのよ。島国でしょ？四季もあるし、それから車の左側通行、そして皇室もあるわよね。そんなことを考えていたら、今度の企画、日本の食文化についてはどうかなとひらめいたの。この企画は通るんじゃないかしら。そう思って後日企画書を提出したんだけど、あえなくボツ。日本の食文化は何度も企画が出ているんだって。違った切り口じゃないと採用されないって。もう少し日本食について調べないとダメみたい。企画って簡単に通るものじゃないのねと思っていたら、そんなに日本食に興味があるんだったら日本に行ってみるって言われたの。本当に？企画はダメだったのになぜ？と思ったら、日本のガイドブックを作るために取材に行くのだけれど、アシスタントを探していたみたい。ほんとラッキーだったわ。そして私は日本に取材に行くことになった。初めての日本取材、私はワクワクしていたわ。まず空港に着いてびっくり。スーツケースを色ごとに分けてあって、見つけやすいようにしていてくれていたの。探す手間が省けて、なんて効率的なの。もう空港からこんな感じなら日本取材も楽しくなりそうだわ。すると空港には優子が迎えに来てくれていたの。優子はイギリス留学中に私たちの出版社でアルバイトをして、今回の日本取材の案内を引き受けてくれたの。今日は着いたばかりだからカツカレーを食べに行こうって優子が言ってくれたわ。私は優子が日本に帰ってからも連絡を取り合っていて、今回の日本取材のことを話したらすごく喜んでくれたの。日本の本場のカツカレーを食べたいってお願いしておいたの。そのお店は都会にあるんだけど、かなり古いお店みたい。有名なお店みたいよ。かなり人が並んでいたわ。少し待ったけど、のれんをくぐって私たちは席に着いたの。メニューには日本語しか書いてなかったから、優子に注文をお願いしたの。料理が運ばれてくる間、カツカレーの歴史を優子に聞いたわ。カツカレーは昔のプロ野球選手がカレーにカツを乗せてというアイデアから始まったんだって。カツは勝負に勝つっていう意味で、験担ぎで勝負ごとの世界ではよく食べられているみたいね。カレーと一緒に食べる人も多いけど、カツだけで刻んだキャベツとご飯と一緒に食べるのね。そんな話をしていると、私たちのテーブルに料理が運ばれてきた。あれ？何か私が思っていたのとは違うわ。丸い器に入ってるわよ。
カツとカレーでご飯は見えないし、これがカツカレーなの？普通はお皿にご飯とカツが乗っていて、カレーがかかっているんじゃないの？イギリスのカツカレーはサラダが乗っているし、お皿に盛り付けてあるのよ。カツが3つ乗っていて美味しそうだけど、あとはピクルスみたいなものがあるわね。カツもよく見ると薄めの肉を筒状に丁寧に巻いてあって、いわゆるミルフィーユカツのようになっているし、まあいいから食べてみてと優子に言われて食べてみたの。そしたらびっくり、サクサクで食べやすく、カリッとジューシー、こんなカツ初めて食べたわ。それにスプーンで簡単に分割できて食べやすいの。カツがミルフィーユになっているから、カレーが内部に染み込みやすくて、これも抜群のアイデアね。日本のカツはみんなこんな感じなの？と聞いてみたら、このお店独自の揚げ方なのね。しかもここはカレー屋さんじゃなくてとんかつ屋さんみたいなの。日本ではとんかつ屋さんがカレーを出すのが珍しくないんだって。それにカツカレーなんだけど、ここではカツカレー丼って言って丼で出すスタイルみたい。丼の方がご飯にカレーが全部かかっていて、スプーンですくいやすいし効率的ね。でも家でもこんなカツカレーを作っているの？と聞いてみたら、優子は首を振って、カツカレーは家ではあまり作らないわ、だって。なぜ？イギリスではカツカレーセットって言って、パン粉がセットされたカレールーが売っているのよ。お肉を買えば家で簡単にカツカレーができるのよ。日本には売ってないの？日本のパン粉ってサクサクになるんでしょ？なぜ家で作らないのかしら。不思議に思っていたら、優子が面倒だって言うのよ。しかも日本の家庭ではカツカレーはあまり作らないんだって。でも納得ね。とんかつ屋さんでもカツカレーはあるし、カレー専門店でもカツカレーはあるし、いろんなお店でカツカレーはあるから作る必要ないのかもね。こんなジューシーなカツがいろんなところで食べられるなんて、本当に日本は最高だわ。そう思うとカツカレーの食べ比べをしたくなったの。とんかつ屋さんがカツカレーとカレー屋さんのカツカレー、どちらが美味しいのかしら。今日食べたカツカレーは癖のないカレーで、カレーよりカツが主役な感じだったわ。他のお店はどうなのかしら。優子に聞くと、お店によって特徴があって味も違うから食べ比べしても面白いかも、だって。日本滞在中にどれだけカツカレーが食べられるか楽しみになってきたわ。イギリスではここ数年カツカレーブームが起きています。カツカレーはイギリスでは日本式のカレーの意味もあるそうですが、イギリスでカツといえばチキンカツを指すそう。とんかつの場合はフォークと表記があります。またスーパーでは肉を買うだけでカツカレーが作れるカツカレーキットも売っているので、日本でカツカレーは家庭でもよく作られると思っている人もいるそうです。カツカレーはサクサクの食感が海外の方からも人気で、有名店にはたくさんの外国人が並んでいるそうですよ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。